なんでここにね、ドイツがあるのかっていうことでございますが、今からね、200年ぐらい前、なんか130年ぐらい前ですね、この今左のところに、ね、見るところに、ドイツのね、商店ですね、これね、ドイツの商店がね、中国のね、今から帰ってくるときに、ここで、ね、航行中ですね、ちょっと台風に巻き込まれてしまってね、座礁してしまったんですよ。それをね、見たこのね、ベルフの人間が助けに行こうとするんだけど、台風でなかなかね、助けに行けなかったんですね。それでね、一晩中ね、かがり火を焚いてね、こう、台風たたきながら頑張れ頑張れってね、ずっと応援するんですね。で、翌朝、少し台風が収まったからといってですね、そのね、小舟に乗ってですね、乗り組員全員助けたんですよ。で、その130人の当時ってね、この都の上の方の時って、食べ物ってね、すごい求めがなくて、大根とかね、そういうものを食べてるんじゃないですかね。そういった時代に、高級な白いね、お米を出してね、看病として、目標を出して、振る舞ってたんですよ。それでね、目標を飛ばして、またね、ドイツの方からね、またね、新しい船が来る前に、飛び立ちとってですね、すごくお知らせをしたんですよ。それで船が来て、ドイツの海軍隊とかね、ドイツの乗組員たちが、口々に、